けた首だけは。なに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 、誰も家買ってないじゃん。どう聞かないの人の話お前ら。栗山船研研究所、ちょっとお願いしますよマジで。君たちの覚悟でもう僕のお金なくなったらたまったもんじゃないですよ。さあ次、土屋美咲選手の陰線、はい、ここ一番信頼度あるんじゃないですか。土屋選手強い強い、今節モーターがめちゃくちゃいいんですよね。そうですね。ただモーターがいい選手が4名いるんですよ、うん、58、71、75、1、2、1、3、2でモーターはいいとされてますね。でも土屋選手負けなそうだな、ここインは。そうなんですよね。あるとしたら4かな俺。あー分かります。うん、3引いてんじゃん。わっ、ね、本当だ。山下選手、山下選手はもう一撃狙ってますね。3引いてるわ、はい、あ面白いですね。121期、まあ新人ですよね、まあ、この中でいったらだとしてもな気はするけども、あ伸びてる、伸びてる、まくってんじゃないですか。これはまくってると思う。山下選手のモーターが71、じんわり出ていく直線系統の足色で上位。いや今の伸びは怖いね。作戦はそうですね。ただこうなると展示でこうなるともう売れちゃう気もするんだよな。そうなんですよ。1331がね、34はまだつくけどね。そこ買いたいな、買うなら僕は。まあ別にいいや、みんなに任す、とりあえずは。もし足んないと思ったらじゃあ、うん、ずっと思ってるよ、足んないわ。もっと言ってください強くもっと言ってくださいよ。いやでもそれはやっぱ覚悟持ってこられたらさ、そう邪魔できないとこあんじゃん。覚悟が邪魔してんすよ今僕ら。何を言ってんだよ何なんだあいつ。癖になってきてないの自分から取ってだやってね、やりたいのうんうんじゃなくて、変態の金持ちみたいなリアクションしてんじゃん笑いながら、まあ、ちょっと考えなよ。僕でも僕でも1アタマで買います、はい、僕は。あはい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 、2点3点とかに絞って、うんうん、山下選手が展示抜けてる58、しかもチルと跳ねてる。差し差し買おうかな俺。お、いや俺まあそうだな、でもワンシューだからな。確かに3がまくってきた時4が来ますからね、うんうん、うわ124とかすげやすくなっちゃいましたね絞らなきゃダメだろこれ。124ありそうだな。いや僕124がいいなと思ってたんですけど、142でもいいな。 あそうなんです、その2点でいいかなと思ったんですよ。1426と、うん、1241点、うん、はい、こう3点で、はいはいはい、もう土屋美咲選手の好調っぷりはもう大丈夫ですよ。だから1、3、1、3、4、2、4、2人とも被ってないの。被ってないですね。142だけ被ってんだ。あー本当だ。とりあえずこれで8点ですね俺らで。132で 7.5 倍。なるほど、ちょっと考えなきゃダメだなこれ。1人5000円ずつ使うで考えていい。だからそうした方がいいか。124に僕は3000円、はいはいはい、で1000円ずつ、はい、はい、AI 振り分けてくれたら自由に。1、3、2、3000、1、3、4、2000円。俺もだからこれ差し差しだけ買わしてもらいます。あーどうも。で僕500円ずつ貼ってんで計14000円。あーすいません、まあ、助手が14の26000円ずつ、はい、124に3000円、 AI が132、134、3000円、2000円と振り分けて、で僕差し差し、まあ、ちょっと穴目狙って、まあ、どれ来てもここはプラスになるんで、だ僕のはこれ外してもいいっすよ4000円。いやいや、みんなでチームであったほうがいい。あったほうがいいです。当たったとき、当たったときなしです。当たったとき損しちゃうの俺だ。でも外れだから俺のない予想でやったほうがいいかも、トータル。覚悟あるんすか。ない
じゃあもうこっそり買ってください。こっそり。じゃあこれこっそりこっそり。こっそり、はい、もう家具ない人間ももうこの場にいない方がいいです、うんうん。だから2人での合計は1万円ってことだな。はい、今1万6千負けてるから、はい、これで2万6千投資。はい、だ相談した方が良かったんじゃないかなってもうちょっと。2人？だ最終は相談しよう。納得いってないですよ。こうやって直して。それもう2人でもうその取り合い拳銃みたいなラストマスターのねこうすごいね。フューチャー一回俺らのこれもう意図して買ってみる一回だけ。あいいじゃないですか。100万買ってみようよ。面白いね。面白いから買ってみたってよしここ当てれば次がちょっと楽になります。予想が本命もいける。ああもう始まってんの今。え始まってないですか。え僕ずっと始まってましたよ。えなんか再生数買う話してたから再生数買いたいってフューチャーフューチャー見たく再生数買いたいって言ってたから見たくみたいにみたいにあいつ過去足んねえんだよ。過去足りてんだその道で行こうとしても逆にいや男だあいつら。うんよしさあ3は引くのか。引くね。そりゃそうだよね。展示でやってるからね。人妻。え人妻なの。詳しいよね、そういうのね。でもリリちゃんはまだ大丈夫でしょ。うん、リリちゃんが結婚してと結婚したらもう番組出れないんじゃない。出なくていいでしょ。だからリリちゃんは多分こういう太った人好きじゃないと思いますよ。なんかレーサーがさ、レーサーに恋するのでしょ。やっぱそういう才能とか努力とかないじゃん。努力しない塊じゃんこれも。努力しないのが才能だもんね。聞いてみなきゃ分かんない。カド1はやはり3かどうか。地元の3号艇山下かりんがカドを取って定番通りですが2対4と分かれました。めっちゃなんかすげえとこから走んな俺。でもやっぱつけ焼き場の3かどはやっぱ向かないと思ってんだよな。ほらこっから伸びんのか。ちょっとビビったか。ちょっとビビった。天神時よりビビってるな。そうで4が124、うん、12もある。ほら全然ある全然ある。いや2124に2がちょっと覗いて 124!124 だ 124!142 でもいい。うん OK 多分大丈夫。多分大丈夫。でもちょっと伸びるんですよね。3が123にさえならなければならなければ僕当たる。次の次大事。超大事超大事。金額的に124がいいかな。あ大丈夫か。待って。いやまだ分からんまだ分からん。123か4がちょっと伸び悪いっすね。そうですね。でも外回して内だからこれ多分外回すんかどっち行く。いや外回しこれチャンスある。チャンスないな。チャンスは1,2,4じゃん今の。ワンチャンだな。マジワンチャンだな。2本の引き波超えなくて4が大外回してもうカメラワークがでも4映してね。はい、これはなかなかこれは答えるな。大本命123答えるな。いやもうなんかもう普通に負けすぎじゃない。だって俺2人で2万6000円で合計俺のは、まあ、俺のは別だけど、まあ、合わせたらもう2、3万円。いやもうスイッチ押すのも嫌になってきたもん。もう押して自分で押してくださいじゃん。気が切りさせてください。もうえ鉄骨ってんだ。何もう押してないよ。もう押してないよ。嘘だ。押してないってほら。嘘か。エアーかお前。お前エアーだろ。エアーだ。違うって。エアーだろ。ベクトル一体一体一体仮面が取れた。いやもういい加減にしてくれよ二人。何しに来てんだよ毎回これ。借りてんのは買ってんのあってんで。最後のレース見てください。僕らの覚悟。あなたたちはさお金減らないけども減るのよずっと。フューチャー。さあお願いします。だから最後もうこれもういいよ、はい、じゃあはい本当に勝負決めるしかないから。はい大きく勝負するしかないよね。モーター的には41号機
加藤選手の、あ、加藤選手のモーターが一番いい。で、古賀選手の18号機もいいと。僕は3の高橋選手は切ります。悪くないと思うけどな、高橋選手も。もう初日は本当ダメだったの見ちゃったんで。村上選手あたりからがちょっと。村上選手もモーターは、怖いね、僕は。A 評価です、三島さんの。ありだと思う。はい。いやでもずっと1、2来てるよな、なんか。そうなんですよ。つか2が絡んできてるよね。そうなんですよね。で結局1、2、3のボックスみたいな感じなんですよね。そう。まあでも2人の聞きますわ。マジでエンディング本当当たりゼロだとこれ上げますかね、覚悟。あ、いいですよ、全然。本当にゆいちゃん、こう罰じゃないですもん、俺らご褒美ですもん、覚悟いただいてるんで。はい、全然問題ないです。ほんで来月からおさらばですよ。ガタガタじゃないよ、もうそんな昔の漫画みたいな携帯落として。それじゃあアンジュちゃんに押してもらうんですか、博士は。うん、それはマジでありだね。手錠してありだね。ヨネイちゃんに押してもらうのもありだね。ヨネイちゃんケラケラ笑いそう。確かに押しながらで、目隠しして押してもらって、目隠し開けたら三島さんでも面白いでしょ。押しそう、ただ押し、確かに押しそう、ただただ押しそう、ただただ押しそうだし、ただただ押されるのも好きそう、あの人。すごい四つん這いになって押されてる三島さんも想像つくな。あいつ三島さんの見方ちょっと違うよね。四つん這いとか俺ら三島さんを想像できないもん。え、俺ブーメランパンツで四つん這いで油オリーブオイル塗ってましたけど、三島さんオリーブオイルテカテカだったな。これで3残んだもんな。やっぱスタテンって大事なんだな。そうなると村上選手と古賀選手がめちゃめちゃいいっす。古賀選手いい。はい。6、4。村上選手はありだよな、普通に。ちなみにチルと跳ねて5-8とかいたんですけど、チルと跳ねないで6-4は強一出てます。あ、確かに古賀選手はもうこれもうありかも。普通によっぽどなんか起きない限り、あとどこをどう絞るかだけです。俺1-4-5とか欲しいけどね、個人的にはね。わかります。でもな、確かに 1-2 ってのもな、わかるんだよな。保険かけるのも 1-2-4 とかはありかもね。そこをかえ来れば全部返ってきますよとかね、はい、例えば。まあでもその辺はもう2人で相談してください。そうですね、もう。よいしょ、決まった。1、はい、西、こういうこと。よいしょ、僕は、うん、あ、決まった。はい、はい、1、はい、シコシコ、はい、4-5-4-5 あ、こういうこと。はい、あ、そう、これと、と1-2-5かなと思って、被んなかったから。まあでもまあ、うん、なるほど。いや待って、1-5に買わなくていいのか。1-5に買ってもいいかもね。1-2-2-2にしてもらってもいいですか。あ、ここ。はい、うん、でもそしたらこういうことだよな。1-2-4-5の2-4-5でしょ、要は全部。はい、そうっす。3は全員切、俺らは切ったってことですね。俺1-4-3だけ買うかな。いや、いくら買うかですよ。これだと6点、もっと絞ってもいいかもしれないし。1-4にはでも入れていいと思うんですよね。1-4-2と1-2-5を切るか切らないかですね。どっちか切りましょうか。1-4-4か1-2-5ってことね。じゃ覚悟の強い方いきますかじゃあ、はい、これ2つスイッチあるんですよ、はい、スイッチ押せば、剣、うん、はい、高野ってなるんですよ、こうやって。目つぶって連打して、どっちかになるか。で、なった方の覚悟を買う。ああ、オッケーです、オッケーです。もう見てないから。はい。もう、どっちがどっちか分かんないです。3、2、とりあえず一回止めるね。1。はい、ここでいきます。この覚悟でいきます。いいですか、はい、いいですよ。いきますよ。当たりだ。おめでとう。じゃあ、おめでとう。おめでとう。おめでとう。じゃあ、1-2-4に、はい、1万円いきますか。覚悟で。はい。で、3000、2万円にするから、俺1-4-3だけ3000買うじゃん。あ、わかりました。これで、トントン以上にはなります。とりあえず、どれが来ても。多分。なると思う。これで当たったら、もう今後ずっとやる。ずっとやるの。ヨネイちゃんとかにもやらせましょう、覚悟で。うん、そう、なんか思いついたかのようにこうやってやって移動しましたけど
ここにいれば電波届かない。ここ？いや全然マジ覚悟足んないさあれ。覚悟足んねえな。こんな感じですね。ここマンバリーで、でこ僕143だけパンチ目でか3000円足したんで、ここまでで17000円、はい、で全部で2万円。134買わずに143だけ3000円買っちゃった。あ、いいと思います覚悟、うん、一点見つめてピザポスト食ってんじゃん。疲れた疲れた、お腹すいた。でも俺5万もなくなるんだよこれ。この番組終わりました。今日エンド。フューチャー、とにかく誰か当たってほしいっすね。一回今日当たりゼロでしょ。惜しかったっすね。ずっと惜しかったはいらんのよ。女子だったら惜しいって言ってくれてもコメントめっちゃ栗さん、あ惜しいねって言ってるでしょ女子だったらな、はあ、惜しいとかいらねえのギャンブルに。勝つかも負けるから女子、あ惜しいねって言うでしょ、うん、女子だったらな。なんで俺らに言ってくれないですか。女子じゃないからな。なるほど、うん、納得。インコースから1番、2番、3番出し、逃げて逃げて、3へこんでないこれ、4がいいんじゃないこれ、4いいっすね。あ、で揃った、うん、いやいいと思う、それでそれでいいと思う、それでいいと思う。6以外はいいよ、3が3がいいぞ、覗いてるぞ。で、回しての4、5がいけ、いや、うわ、マジか。マジか。何の話ですかこれ、何ですかこれ、どういうこと。まくったまくった上に321、123ボックスじゃん。またマイナスになって帰る仕事したわ。土屋さん行くね、行きますね。まあ2着になれば乗れるんで優勝戦、ここ道中は攻めますよね。おお。うち行った、うまい、 うまい、お尻ポンと当てた、うまい、いやお上手、今のうまかったね。うまかったっす。高橋選手、いやマジで勘弁してよ、いつ俺お金持って帰るんだよ。惜しかったですよ。惜しくねえよ、誰も予想してねえじゃん、3あるかもみたいな。3バチギリしてますからね。みんな見てよ、1111、まあ俺もだけど、もうあなたたちの予想じゃ僕は買えないですよこのままじゃ。やっぱりどう思うの、クビだよ。なんでですか。来月は、まあ、年末になるな、収録ってするとしたら12月、それはもうないない、痛い、2人ともいない、痛い、もうそれは痛い、目型か米井ちゃんかパンチのおじさんか。魅力的な番組じゃないですか。魅力だね、当たりそうな、それはなんか勝負してますね意外と。フューチャー、今までありがとうございました。短いようで長いように短かったね、楽しかったです。ありがとうございました。行かせてください。いや無理です無理。それをやったらもうだってもう無理ですよ。もうマジのお金なくなってますもん。無理ですよ。何がって覚悟足んなかったですか。覚悟はもういらないですよ。お伝えでください。いやもう覚悟じゃない、だって最後僕が覚悟をやって、ねまたまたねとかで終わるの綺麗だったじゃないですか。勝ってナイスナイスって覚悟必要だよって、じゃあ所長くらってくれせいよ、いでいでいでとかまで俺はもう覚悟して、それを覚悟してて俺は、そしたらもう当たりなし、金だけ減る、どうしたらいいんですか。痛いですでも、うん、この研究所にそれまかり通らないでしょ。巨人軍クビになる人とかさ、いや痛いです、お、じゃあいるよってなる、なる。いやいや、原監督は温情派なんで。いや、なんないです。原監督じゃないですか。なんないです。いや、そう、もう楽しかったな、そういうのもな。今までな。昔は笑えたわ、そういうのも。で、本当にもう、どうしたらいいんですか、逆に。だって、勝つことしか考えてないで来たでしょ、あなたたち。覚悟だっつって、今回。負けたことを考えてなかったから困ってる。だからどうしていいか分かんないです、俺も。俺もどうして分かんないです、俺らも。いや、だから僕は、もう、新しい助手とこの番組を進めていきます。それが一番ないっす。
一番ないですもう自分で押すんですよ。いやいやもう自分で覚悟見せ、もう覚悟見せつけたいし、さあもうあなたやっちゃう、痛い覚悟じゃあ全然俺反応しないし、じゃあ最後パワー上げて2人、はい、ルーレットするよ、はい、ルーレットルーレットですよ。じゃあ僕が深くにも笑っちゃったら、はい、次回もう最後、ほんと最後のチャンス助手選手権やりましょう。前も言った、はいはい、スケジュールとかもよりますけど、皆様、三島さんとかその米井さんとかがもし抑えられたらみんなで戦っていただいて、本当にそれで勝てば OK、 負けたらもう倒せばいいってことですね。はい、負けたらもう終わりです、はい、そう。じゃあそこれで笑わなかったらもうあなたたちさよなら、はい、ですよ。ルーレットします。覚悟、はい、ルーレット。ちょっとパワー上げてますんで、あの覚悟の最後なんで、僕も見てないです。いきます。いやいやいや痛くないし、全然痛くない全然痛くない。じゃあ次回女子選手権やれると思うので皆様お待ちください。本日はありがとうございました。バカだよねお前ら、自分で用意して自分でこんな目にあって。一回ちょっと食らわさせてよ高野、一回でも確かにな、若干癖になる気すんなこれ、覚悟。これ自分でやりだしたら終わりだなこれ覚悟